どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロールレベル B カミングアンキャニー、不気味なトロールコースということでしょうか。いやこれさ、訳すとサムネの意味が分かったんだけど、不気味な人をイメージしてるんだよねきっと。それまでずっと僕モアイ像だと。いやモアイ像が横向いてる姿に見えなくもなくない？それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.06%。 そういや前回の動画出した時4月1日エイプリルフールだったんだけど、めちゃめちゃ後悔してるね。せっかく1年に1回しかないみんなを騙せる貴重な日だったのに完全に忘れてたわ。結婚しましたと。よかったわなと思って。てか何あぶねえな魚。え、なんか音楽奏でてる。ゲイバクリフートなんで、エイプリルフールをやり直したいんで、今日が4月1日と思って聞いてもらっていいですか。実は私、ハチマタしてるんですよ。毎日違う彼女と会ってるんですよ。一日足んねえな。はだーダメダメ、こんな嘘。子供も見てるんだからさ、もうちょっと健全な嘘をつこうぜ。ゲップしないでコーラ 1.5 リッター生き延びできたとか。勝手にやったろ。そろそろ真面目にやります。すぐにピンスイッチを押す。そしたら上に行けるよな。でオンオフをしていいのかな。まあする以外ないと思うんで。オンオフを押したらすぐ左で逃げる。でバブルが通り過ぎた後に地球ブロックを落とせばいいんだ。もう来るなよバブルが。でコッ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 コマーシャル入れていいっすか。そういや YouTube の CM でキノコ伝説っていうゲームの CM めちゃめちゃ多くない？しかもなぜかグラビアアイドルみたいな子を使ってるよね。あれめちゃめちゃ卑猥だと思わない？あんまり良くないと思うんだよな教育に。じゃあオンオフを知らせ。なんだてめキノコ伝説の制作会社さん、僕だったらもう少し健全な CM を作るから僕に任せてみてはいかがでしょうか。キノコ伝説、キノコ伝説、さあみんなキノコの山を片手にキノコ伝説を始めよう。今ならレアガチャ56連無料でついてるよ。さらにさらにゲーム内のオンオフを叩くと。どこでもやば、キノコ伝説からお金もらえるかもしんない。これ PR とかじゃないからな。勘違いしないでよね。ツンデレなんかじゃないんだからね。僕トロールコースなんか全然好きなんかじゃないんだからね。これまあ上に行かないよね。下から行ってみようか。すると大丈夫。なんでよ。こんな僕でもですね、意外と PR 案件っていうのは来るんですよ。でも全部ガン無視してる。なんでかって言ったら、本当に楽しいやつをやらなきゃみんなに楽しさっていうのを伝えきれないと思うんですよね。これどうやって行けばいいの。クパクラがいるっていうのは分かってる。でもこの先進んだら上に連れて行かれるよな。しゃがんでゆっくり行ってみる。あ、これでいいのか。はいはい、さよならクパクラ。クパクラ。まあ PR をしないって綺麗事なんだろうな。でもそんな僕が PR をしたら、あ、ピオキング本当にこれやりたかったんだって思ってくれていいと思うよ。まあそんな PR なかなかないと思うけど、さあこのまま進んじゃっていいのか。ここは簡単だな。さあ土管に入ります。今のところ本当に何も中間があっちゃう。中間そろそろよっほっほっほっ。でこの上は砲台が落ちてくるだけかい。まあまあ中間っぽい位置、意外とあっさりと取らせてくれたんでねえの。これはゆるゆるのトロールコースかい。うヒント、左の土管に戻れってか。下だ。正直ね、どっかのリフトの中に土管があるとは思ってましたよ。でもそれってさ、先に調べるのルール違反みたいな感じじゃん。先に見つけてしまって制作者バカめとか言ってもいいんだけど、うん、これさっきと同じじゃないのか。戻ったらガリガリ君いるんじゃないのか。バカは俺でした。これは巧妙な罠ですよ。左から出てきたのか下から出てきたのか分からなくしてるガリガリによって。うまいですね。でオープン、ポンポンと乗っちゃってドアの方に行っちゃっていいのか。いや一旦様子見ようか。こっち来いの方。え、あいつ何やってんの。お前は一生そこで立ち上がったろ。1回目が右にポンって行っていいってことは2回目はダメだと思うんだよな。だから2回目は止まっておくよ。ここでポン。なんだあいつ、強制転送させんだって。ケレサちゃんのメリーゴーラウンド。そういや最近さ、ラ行だけで実況してくださいっていうコメントがあったんだけど。そういうシリーズ多いんで。でも僕そういうの好きだよ。じゃんじゃんコメントしてきてね。ラッラッラッリリ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 リラララララルレロレルルルルルルリリリリレロレロランリリラル。このメットが何がヒントになると思いますよ。一旦出しておこうか。出して、あ、メットに乗っていけっていうことなんじゃない。いいじゃねえか、面白そうだ。あ、よしよしよし、いけ。
誰が見んのよこんな実況。さっきがラララルルあーとかしか言ってないって。じゃあここはジャンプして避けます。避けてどうすんのよ。こっからこっから右にダッシュで先に進める。でキノコを取っちゃってのチビになりのどうすんよ。お前は何をしてくるんだ。下に落ちてくるね。こっち見てるもんね。一旦下に落としておこうか。そしてすぐ右に進みます。このドスも落ちてくんのね。じゃあ右に進んでこのドスも落ちて。お前は変な帽子かぶんだ。またあのクリボーにやられる予感しかしねえな。足って抜けちゃわないでも全然倒せます。この上は何かすごく気になんない。特に何もない。上になんか砲台がなかった。ちょっと見てみようか。砲台あっけあっちの砲台でキラー砲台と間違えてた。じゃあオーム欲しいのこっちだったら大丈夫でしょ。オンオフをします。で左に足場が、あ、やっぱできたよな。で今なんかまたオンオフが当たる。でもそんなのには引っかかんねえよ。一生やちもな。これ早く行かなきゃいけない。大丈夫。ピッコいるのか。ピッコ寄っとって。そんな穴見抜けるか。よし次こそ早く行きよう。そしてあそこに穴があったのが見えた。なんでここに挟まってんだよ。そういや近いうちいとこの結婚式があるんだけど。いやめちゃめちゃ仲がいいのよ僕とそのいとこが。マジで兄弟の5倍くらいは仲いいんだけど。でそのいとこが最後にだけど2人でツーショット撮ろうよみんなの前だけどって言われてさ。いやめちゃめちゃ恥ずかしくない。100人近く来るんだよ。ちょっと有名人になった気分にはなるのよね。いやちょっと噛んでしまった。じゃあ上に行けませんけど。そんでさ団長の前に立たされたら絶対言われるんだよ。司会者の人みたいなんいるじゃん。ビュータさんからしたらいとこ様はどういった感じで見られますかみたいな。それ兄ちゃんの時もあってさ、弟思いのすごくいいお兄ちゃんって言っちゃったね。それすげえ恥ずかしくて。だからそのいとこの時はこいつは下手ですと言っちゃおうかなと思ってさ。いや仲のいい人ほど恥ずかしいじゃん。でチェックポイントにどちら右と左どっちでもいいのか。こいつは魚なんでねえの。違うな。でチェックポイントにあいや見えんだよそのメトとモグラに裏によチェックポイントがあるのが。だからこの裏にどうやって行くのねえ。一旦下に降りてみようか。そしてうわいなるんじゃるキノコがある。あのキノコ何やそれ。いやみんな想像してみてよ。三者面談とかあるじゃん学校の先生とかと。お母さんってどういう人ですかって先生から言われたらすごく息子思いの娘思いのいいお母さんですとか言える。めちゃめちゃ恥ずかしくない。もうそんな感じだよ。さあ瞬間ポイント2ゲット。でここで土管に入っていきますと。あのメットはかぶれないもんな。蹴っちゃってよかったよな。でこれはワンナップ。上は特に何もない。そしてこの上は何もなんかあるけど。なになになに。一人で踊ってなさいよ。おいちょっと待った。オンオフがさっきと変わってないか。ここにトゲベントがいないよ。ということはさっきと笑いが変わってる。ここのどこの人もいないでねえの。乗らなければいいんだ左の砲台にな。ここからジャンプしていきましょうと。そしたら傾いてここの砲台は上がってくれるのかい。上がってすぐ右に行く。いや違うな。じゃあジャンプしろっていう感じか。わシンプルでいいな。俺のリアクションがこのコースさっきから思ってたけどバグコースなんじゃないか。バグなしだったらこんな動き難しいもんな。じゃあここは一旦上見ておこう。いやーどっちから叩こうか。もう下から叩いてみよう。そしてキノコが出てくる。何これ。この間を行けってか。頼むってばね。よしよしよし行った。でビュートにノリーのあの動画に入っていきます。多分これ上から叩くのが正解だったんだろうな。そしてこのオープン乗って上に行きますと。でパンが2個重なってたように見えた。だからジャンプジャンプ右そして野川に入れますと。さあゴールよ。そろそろ見えても、うわあのツタゴールと思ったけど違うよな。右から10マス目以上にある。こん中ねバネかなんか隠してんじゃない。絶対そうでしょ。だから左右で行こうか。左右いや違うんだって。息アップで隠されてるけどなんかあるの見えるもん。絶対バネがなんか隠してるって。じゃあしゃがみからの右。クモちゃんでこのクモちゃんだって何が起きんのかな。中間ポイントものしかな。多分それだけはやめてよ。そうだったら怒るかな制作者。どうなる。じゃあここのクモ乗ります。乗ってここでチビになっていけっちゅう感じか。さあいやここはクモ乗らないでいこうか。絶対叩かない。うわなんかもうこんな言ったら叩くしかないもんだ。俺のバカ。もういいって。近くの枠を叩くのは10回に1回ぐらいしかいいことがないんだから。でもその10回に1回に僕がかけてるわけですよ。
さあこのクパクラに乗って右に進んでいけっていう感じですね。クパクラに乗れないよ。ねえ殺せよ。ふざけないで。ふざけてるのはあなたの方ですよピオキング。もうちょっと真面目にやらなさいといつも言ってるでしょ。はい、じゃあ僕今から真面目にやります。なんだこのバーたちは。どこに行けばいい。ここをジャンプかい。そしたらリフトが落ちない。あの鍵は取っていいのか。隠しブロックはない。じゃあ鍵を取ります。そして普通に下に降りてっていいのかな。あれ下に降りれんくらい。わかった、左に。このリフトが落ちたタイミングが全然わかんないんだよな。とりあえず鍵取るでしょ。で、わかったよ。このバネがバグってるっていうことがだ。ということで皆様、このバネはバグってて乗れません。さらには一番左には足場がなかった。だから一番左に行くとリフトが落ちる。だからここで右押しっぱしの左に行く。でここで下に行って鍵扉に入れば問題ないのさ。さあゴールは。どうだ。もうゴールあると思ったって。え、これ何よ。うーん、パパカパー。雲を抜いてノコノコが上に上がってきた瞬間抜いてみようか。ちょっと集中するね。このタイミング。よし。でもう一回雲を抜きます。でチビになるでしょ。であのハテナ叩いていいと思うとか言いながら叩くんですけどね。特に意味はない。もうこれ下に行くしかないよな。この隙間は何もない。足はある。これ左おしっぱでいいのかな。左おしっぱ、バネ埋まってない。え、なにこのバネ。え、埋めんのかな。お、埋めんじゃん。やっちまった。ここ左で合ってはいたんだ。このバネが埋まってる。面白い。あんなの初めて見たんだけど。お前はちょっと出てくるのが早いんだよ。気が早い。もうちょっと落ち着きなさいよ。なんか一緒だね。ドクドク言ってる。これは絶対ゴールだ。ゆっくり行こうか。左下のリフトもすごく気になるけど、ここは足場がない。ジャンプしていこうか。さあ矢印があって、ゴールはどこだ。お、キノコ落ちてきたね。右にもキノコがある。隠しブロックはない。一旦右まで行っちゃおうか。ゴールあるじゃん。いや、どっちかのキノコ選べてか。2分の1だって。いや待てよ、これはどっちも不正解っていう可能性があるもんな。だからこのまま下降りてってみようか。見て見て見て、もう3分の1当たっちゃったよ。なにこのキャッチラケン。もう全然じゃダメだよ。最高。ボタボタしてるから。いや、これは僕の完全勝利と言っていいでしょう。さあ下に降ります。で右に進めます。でどっちかにキャッチブロックは。いやさあゴール。さあゴールのお時間だ。絶対に次でゴールする。左の隠しブロックを叩く。で右の鉄球を叩いて、でこっからジャンプすればゴール。うわあ危ねえ。いや最後の魚にまた引っかかってしまったと思ったけど、無事ゴールできましたね。最高のトロールコースでした。ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオドッスン。説明文に全員倒そうって書いてるんですよ。サムネを見る感じ、いやこれバグじゃね。そんなわけわかんないぐらいドッスンが重なってるんだけど、ドッスンってこんなに重ねることできたっけ。まあ右にピースイッチが一つあるから、あれを踏んだら全員倒せるっていう感じなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.17%。 でこのドッスンが何体いるかなんだよな。めちゃめちゃ多いんじゃない。ドッスンを全て55体倒してからゴール。いや多いな。ドッスン55体なんて多いって。あ、縦レールでひっついてんのね。じゃあこれ下からくぐっていけっていう感じなんじゃない。あら、ドッスン勝手にやられてくれてるね。え、これ簡単にクリアできない。なるほど、時間は10秒しかないのね。じゃあ下から走っていってみようか。これで全部のドッスン倒せるんじゃない。どれでやられたんだよ。まあ右ダッシュで絶対間違ってないと思う。こっからだよな問題が。こっからピースイッチを踏んだらどうなるかっていう話なんだけど。あ、ピースイッチが踏んじゃった。バカか俺は。じゃあ気を取り直して一旦右まで行きます。でこのピースイッチを左側に置いて、ここで踏んでみようか。そしたらなんか降ってくるとか。いやー分かった、真ん中のドッスンを残さなくちゃいけないんじゃない。でこのピーブロックで挟んで倒しますみたいだ。
どうやって？右にダッシュしてってもダメっていうのは分かった。で、真ん中のロスを残さなきゃいけないから、この辺から飛んでいけばいけるんじゃない？どこにだよ？ならスピンで、真ん中のロスを残しつつ、ここからスピンしてめちゃめちゃ上まで上がってってみようか。すると右のロスは残ってくれる。そして真ん中のロスを残しつつ、ここからピンスいっちゃう。いやー攻略を見つけたぞそれさえ分かればもう勝ちだばんよ。ここでスピンします。で、なるべく早くピンスイッチを踏みたいところだけど、一旦待っておこう。で、このロスに踏んでもらおう。そして早くいけ。残り1体どこ行った？え、今ロス全員倒さなかった。残り1体どこ行ったんだろうな。まあまあ攻略法さえ分かればもうこっちのもんよ。ここでピンスイッチを持ってこのロスに踏ませ踏め。あまり俺を手こずらせるな。石ころに棘が生えただけの便座で、お前らだけな。わざわざ俺が手を下さなくても、このピンスイッチでお前らの運命全て決まってんだよ。さあこれでゴール。いやおいえマリオタ。いや、この一発マリオもなかなか見ない面白い発想のコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。